東港駅は愛知県名古屋市南区滝原町12-3にある名古屋臨海鉄道の貨物駅である。駅構内の西側は港区にまたがる。名古屋臨海鉄道東高線、南高線、昭和町線、潮見町線、東地区線が接続する中枢の駅。名古屋臨海鉄道本社の最寄り駅でもある。一節前の矢作製鉄専用線駅構内。 西側にヤード、東側に機関庫が配置されている。十数本の着発線、側線を有する地上駅で各線から集められた貨車を仕分ける操車場としての機能を持つ。校内当端には名古屋臨海鉄道の車両基地たる東港機関区や貨車の研修庫が設置されている。また一部の私有貨車の常備駅に指定されている。 駅から 3km ほど南の東海市、新方町では南高線から山陽化成工業名古屋工場へ続く専用線が分岐している。分岐点周辺には本線1線と仕分け線1線、専用線、仕分け線と専用線に接続する引上げ線が付設されている。専用線の入れ替え作業は本線で運行される名古屋臨海鉄道のディーゼル機関車が行う。 関連事業として、果樹栽培事業を行っていた頃は、校内の空地を利用してキウイ、すだち、柿を栽培していた。山陽から東港駅へ到着したシャー貨物列車あたり駅は、専用線発着のコンテナ貨物及び、シャー貨物の取扱い駅である。主な取扱い品目は、山陽化成工業専用線に到着する。 液体酸化エチレンや水酸化ナトリウムなどの化学薬品である。火星ソーダはタンク車によって昭和町駅などから輸送されていた。一方、液体酸化エチレンはコンテナ車に積載されたタンクコンテナによって千鳥町駅から輸送される。この輸送もタンク車が用いられていたが2008年にタンクコンテナに切り替えられた。かつては 駅西隣にあった矢作製鉄への専用線が存在し、製鉄や経過カルシウム、硫化鉱物などの輸送が行われていた。ありがとうございます。